皆さんこんにちは、スイコ川太郎のゴム手です。これどうですか？三角ストール、だいぶね半分ぐらい編めてきたのかな。最初編み始めたこちらのね、ミストヤーンのローズマゼンタを入れた方の、ね、こちらのね毛糸が途中で終わりまして、色変わったの分かりますか？実はここら辺から次の糸ね、ミストヤーンのストロベリームーンっていう、ね、ピンク系の糸に変わっていっています。3本引き揃えで編んでるんですけれど、3本のうちの1本がね変わるだけで結構ね雰囲気が変わるもんだなと思って、今すごい楽しいなと思ってるところなんですけどね。一巻きこういう風に3本引き揃えて巻いてみました。どうですか？中の方ピンクなんですけどね、外に行くにつれてちょっとこういう紫がかった色の部分が出てきまして、だからこのグレーとか黄色っぽいところとかとこう3本引き揃えになってるところは本当に紫が強く見えるんですね。ところが最後らへんポストカードがピンク色に変わってくると、こんな風にね紫とピンクが合わさって、こういうちょっとねこの一番赤い色にちょっと寄るような感じでね、すっごい綺麗だなと思って、この自分で巻きながらね、あーこの色の変化がたまらない、綺麗と思いながら巻いてました。これ編んでいくのがすっごい楽しみでね、どんな風にね編み地の色が変わっていくのかなってね、すごい楽しいです。はい、では今日もねこれ編みながらちょっとね雑談していこうかなと思ってるんですけれど、まず一つね質問がまた来ておりまして、そちらの方を先にね片付けてしまおうかなと思っております。はい、ちょっとね初めて使う画角でお送りしようと思います。これね今ここにちょっとなんかちらっと見えてますけど、これは三脚の足です。こんな角度から映したことないからちょっと今戸惑ってるんですけど、このぐらいねカメラの位置を上げないと全体が映ってくれないんですね。はい、でこれでちょっとご説明していこうと思います。はい、モノクロプーさんからねまたねご質問いただいておりまして、こんばんは、ご丁寧にありがとうございますと、これね昨日の説明した分ですね。で前回のメジャーで測って決めるというのは、袖を2つ折りにして身頃の袖部分の長さに合わせるっていうことなんでしょうか、またまたすみませんっていうことなんですけれども、そのね私がメジャーで測るって言ってた部分っていうのを自分でもう一回見てみようと思って動画探したんですけどね、どこで言ってたのやらちょっとねその箇所が出てこなくって、もう自分の記憶の中では一旦もうそれは過ぎていってることなので消去しちゃってるんですよね、頭の中で。なので多分私そのことかなと思う部分があるので、それでご説明しようと思います。ね多分ねこのモノクロブーさんおっしゃってるのと合ってると思うんですね。でここねもう両方袖つけてしまったんで、ちょっと説明するのに身頃だけの分っていうのがないんですけれど、ここね袖つける前身頃にここ穴開いてますよね。はい、この身頃の穴のところね、まあ、こうやって測りますよね、ここからここまでっていうことで、これだったら25センチなんですけれど、要するに開きにしたら50センチですよね。はい、なので袖のここの長さもまあ50センチになるように編むということです。はい、で、まあ、ここの長さと袖のこの袖の長さを合わせるということですね。あと袖の長さを決めるときですね、長さを決めるときは、身頃の真ん中から袖の先端までをこう測るんですね。首の後ろ、ボンドクボのところからこう袖の長さを測ってやります。でそれの長さが自分の、首の後ろのグリグリの方にありますよね、こう首の後ろ、これこの真ん中の背骨のグリグリのところから、自分の袖先のここまでの長さにしたいっていうところまでをメジャーで測りまして、映らない、測ってやるんですよね。はい、で縫い付けた時にねその長さになるように編んでやれば良いということです。で自分の
長さ測る場合と、例えば子どもさんなんかのね、あの袖丈の長さ測る場合とありますけれども、あのその場合も同じくです。子どもさんのね首の後ろのところからこう長さをメジャーで、手首のところまで測ってあげて、で、その長さからこう身頃のね身頃半分の長さを引いた長さが袖の長さになりますので、はい、そうやって計算したらいいかなと思います。ウルクロブーさん、こんな説明で分かりましたでしょうか？分かんなかったらまたね、あのコメント欄のところ書いていただいたら、あの私もどこが分かんないのかが分かったらご説明するようにしますので、またよろしくお願いします。あとこのセーターの方はね、襟ぐりのところね、これを編めば蒸し上がるんですけれども、はい、ちょっと今ね、あのこの暗っぽい色ちゃんとね飽きてきて、やっぱりクリスマス前なんでね、赤い色がいいなっていうことで三角ショールの方に浮気しております。あともうちょっとなんでね、これもね編み上げてしまいますね。はい、それではね、編みながらまた雑談していこうと思います。この画角で編むの初めてなので、ちょっとね画面しっかり見えてなくって、多分ねほとんど画面見ずに編むことになると思うんですけれども、いや編み物系の YouTuber さんどうやって撮影されてるんかなってすごい不思議ですね。私はね、あの去年買いました100均で300円でね、あの売ってたこういうねフレキシブルなんちゃらっていうね、こういうスマホを挟むものがあるんですけれども、これを使ってね撮影してました。なのでね揺れるんですよね、画面がちょっとかまってしまうと、もう画面がぐらぐら揺れてしばらく中断しないといけないことになっちゃうので、すごくね煩雑だったんですけどね、ちょっと前にランディ先生から三脚いただきまして、ありがたくねそちらの方使わせていただいてます。ただ三脚の問題点はこの足が映り込むということと、あと照明と、私の手元の間にカメラが来るので、影が入りがち、だから場所をすごく選ばないといけない、あと画面が見えない。画面見えずに編んでいるので、ちゃんとね画角に収まってるかどうかっていうのが不安だなというところもありますね。編み物系 YouTuber でねベリーさんっていらっしゃるんですけれども、ちょっと前までね体調崩されてて、しばらく動画投稿ねお休みされてたんですけどね、あの最近ちょっと復活してこられて嬉しい限りなんですね。でね、あのたびたび動画の中で私の名前を出してくださって、先日ね私のことスイコキャワ太郎さんって呼んでくださったんですよね。そんなねキャワイく呼んでもらったの初めてで、めっちゃ嬉しくってね、あの動画見ながら一人でゲラゲラ笑ってしまって、キャワ太郎ですって言って、なんでもねこう可愛らしく表現できる人っていいですよね。私もそうなりたい。あの実は水子っていうのもね、あの川太郎っていうのもカッパのことなんですよ。だからね、あのちょっとあの水子って言ったらカッパの中でもちょっと凶暴性を備えたようなね、ちょっと怖いカッパなので、あんまりこう可愛くならないだろうなと思ってたら可愛く言ってくださってね、すごい嬉しかったです。そのベリーさんの動画の中でね、あのベリーさんお部屋をあの娘さんのお部屋と交代されたみたいなんですね、交換されたみたいなんですね。出窓のところで撮影しているいらっしゃるっていうことで、出窓のテーブルの上に可愛らしいねトルコランプを置いていらっしゃるんですね。でうわトルコランプだ素敵と思ってね、この映り込みも綺麗だし、あ可愛い赤い星がついてると思ってね、あの見てたんですよ。実はね私もねトルコランプちょっと思い出がありまして、その話今日聞いていただきたいなと思ってたんですね。私あの8年ぐらい前にトルコ行ってるんですけれども、その帰り
空港でトルコランプを買って帰ろうっていうふうに思ってたんですね。っていうのもトルコランプガラス使ってますのでね、衝撃が加わったりすると割れてしまう可能性があるんですね。だからなるべく車とかそういう、ね、乗り物で移動している時に持ち歩きたくなかったんですよ。重たいですしね。で車なんかもガタガタ道行くこともあるので、そういうガタンガタンに遭ってしまうと割れてしまったらいけないっていうことで、なので空港でね、最後の最後乗り込む直前のところ、免税店っていうんですかね、ああいうところで買って、で手荷物で持って帰ろうっていうふうに思ってまして、空港でね送ってくださった先生とか、向こうに留学していらっしゃった友達とかと別れた後、一人になった後ね、トルコランプを売っているお店に入ったんですよね。そしたら、1軒目のお店、女性の店員さんがいらっしゃったんですけれど、ずっと電話していらっしゃるんですよ。で、ね、しかも電話を切る様子がないんですよね。ちょっとすいません、これいくらですかって聞きたいんですけど、全然電話をやめないですね。しかも電話しながらってこうすごい舌打ちをするんですよ。でチラチラ私の方を見てるんですけど、でこう舌打ちをするんですよね。あー、これは例のあれだと思ってもういいやと思ってね、日本だったらそんなお客さんに対して舌打ちをするなんてことめったにないですよね。だけど意外とね、トルコ人の若い女性って舌打ちすることが多いんですよ。感じ悪いと思うんですけれど、意外とね普通のことだったりするんですよね。でね、2軒目のお店入ったんです。そしたらそちらはね、男性の従業員2人いらっしゃって、2人話してはったんですけれど、もうそれ話してはるのにお構いなしに私アファデルセネスって声かけたんですよね。そしたらパッと2人ともこっち来てくれまして、なんだなんだってどれが欲しいやみたいな感じで来てくださって、お値段聞くのにね、ブーンネカダーっていう風に聞いたら、いくらいくら、いくらリラーみたいな感じで答えてくださって、じゃあこっちは、じゃあこっちはっていろいろこう尋ねることができたんですよね。そんでいちいち値札つけてないんですよ。この大きさだったら何リラ、この大きさだったら何リラみたいな感じで説明してくださって、もちろんね、トルコ語なんで正確に伝わってるかどうか私もね分かんないんですけど、大体ね数字ぐらいだったら分かるようになってきてたので、で分かった分かったっていうこと で私の一番好きなブルーブルーの濃淡と、それから虹色の分とね、2つ買ったんですよ。で、うわ嬉しい、憧れのトルコランプが買えたと思って、それを大事に包んでね、で手荷物で機内に持ち込ん でそれを日本に持って帰ってきたんですね。ですごい嬉しかったんですけれど、それはトルコランプの中に電球が入ってない分だったんですね。で外の側だけで、しかも鎖で上から吊るさないといけないタイプだったんです。でこれを私いつも一坪店長させてもらってて、でそこ の雑貨店みたいなところがあるんですけど、そこでねお世話になってるんですね。でそこのお店に自分のブースにねそれを置いて飾って、まあ日本で買うとしてもこんな値段では売ってないでしょうっていうぐらいの安いお値段をつけたんですよね。いや売れたらいいな、喜ぶ人の顔見たいなと思ってたんですけど、なんとなんと2つとも万引きされましたもうやってられないですよね。まだこれがね、物が当たったとかちょっとした事故でね落ちて割れちゃったとかだったら諦めもつくんですけれど、誰も売ってないっていうんやけれどもないんですよね。万引きですよね。ようこんな大きなものを万引きしたな思うんですけどね。トルコランプの側だけの部分だったので、外側のねガラスのシェードの部分だけだったので、そこに電球を入れたりするようなちょっとした細工もしないといけないし、
で家で飾るにしてもどこへ飾ろうかなってすごい思ってたんですよね。こうスタンドになってる分だったらいいんですけれど、スタンドになってなくって吊るさないといけない分だったんでね、どうしようかなと思ってたものだったんで、しょうがないって諦めたんですけれど、だけどね、腹立ちますよね。大事に大事にね、重たいの手荷物で持って帰ってきたのにですよ。しかもお安いお値段つけてるんだから買ってくれればいいのに、万引きするってね、そんなね、お金も払わずに手に入れたものを部屋に飾って嬉しいもんなんでしょうかね。まあちょっとね、それはもう悔しい思い出でした。次トルコ行ったらね、またもっといいの買ってこようって思ってます。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いします。ではまた明日。